だが後悔はしてない。嘘つけ。してるじゃん。してねえよ。してないしてないしてない。強がりでも何でも後悔なんてしてないって言い張らせてもらう。つうかそもそも私がオーケーするとでも思ってるわけ。思ってねえ。高嶺の花だからな。お前はエロゲーなんかやってる変態だけど、ちゃんと常識をわきまえてるやつだし、気持ち悪いって逃げられるかもって覚悟してる。せっかくまた話せるようになったのに、昔みたいに無視されるかもしれねえってビビってる。なら、それでも拒絶されるって分かってでも、受け入れられないかもって不安でも、振られたら超傷つくって分かってでも、思いってのは伝えなくちゃなんねんだよ。エロゲーと一緒にすんなって言ったな。それが確かに俺はあいつらほどすごいやつじゃない。ゲームみたいにかっこよく告白なんてできねえ。人生全部金繰り捨ててお前と駆け落ちしようなんて気概もねえ。だけど俺はここにいるぞ。エロゲーなんぞに負けてたまるか。